静岡県酒造組合は地酒17銘柄を揃えた静岡県地酒祭り2015 in 東京を9月6日東京ベルサール新宿セントラルパークで開催しました。冒頭、小沢康弘事務局長が首都圏の皆さんに静岡のお酒をもっと知っていただければと始まったイベント、今年で18回目を迎えることができましたと挨拶、乾杯を行いました。この日は入場料2500円で好きなだけ試飲ができるとあって行列ができるほどの盛況ぶり。600名もの日本酒ファンが来場し飲み比べを楽しみました。今回は静岡県内の17の酒蔵が参加、吟醸酒、純米酒をはじめとした自慢の地酒を出展し、各蔵が地元から持ち寄ったおつまみ、酔いさましの静岡茶なども好評でした。すごい、おいそ自慢さんを知ってから静岡のお酒を知って、1ヶ月か2ヶ月ぐらいの頻度で静岡のお酒はいただいてます。家で楽しんでます。開運と、あとエイ君、ふくよかさとか、香りの立ち方とか、すごいなんか自分に合ってるんですよね。パスタとか、そういうイタリアンとかにもなんか合わせても OK な感じで、もう香りのいい白ワインみたいな毎日飲んでます特にね、僕が好きなのはガリウバイさん、美味しい、吟醸が作れる静岡工房が組合で開催されたということ、これが第一番の、美味しい居酒ができる基本じゃないかなと思ってます。静岡県は富士山や南アルプスの伏流水で仕込んだ高品質な清酒の産地として、日本酒ファンの間では人気の名城地の一つ。全国的な出荷量は少ないものの、高級酒の比率が高いことも特徴で、吟醸王国と呼ばれています。また近年栽培量を増やしている酒米誉れ富士は、酒造りのために開発された県オリジナルの品種で、県内ほぼ全ての蔵元が原料として採用しているそうです。同じ酒米を使って仕込んでいるということで、蔵ごとの特徴を比較するのも一つの楽しみ方。静岡県酒造組合では今後も PR に努めていくとしています。